散々いろんなものが自分のわがままで手に入るリム様だったけど、はい、唯一手に入らなかったものがリリーだった。不穏さで言ったら、そのビビが欲しいでめちゃめちゃ怖いっすわ。ビビ欲しい怖いっすね。それこそ頂上戦争でエース一回助けたんだけど殺されたみたいな感じで、今なんかちょっとホッとしてたじゃないですか、ビビがモルガンズと一緒にいたことで。やっぱりビビ捉えられんのかっていう、もうイム様に目つけられたら無理じゃないですかっていう、そのモルガンといえども。でも僕はちょっとここに希望をちょっと見出してて、はい、ビビとリリーってめっちゃそっくりだと思うんですね。で、その上でイム様は結果的にリリーに裏切られたわけですよ。ポーネグリフを世界にばらまいたっていうので裏切ってるんですね。はい、裏切られたイム様自身の物語もあると思うんですよ。その中でイム様自体が最終的に何かを解決しなくちゃいけないってなったら、多分リリーとの関係性になってくると思うんですけども、それが叶わなかったと思うんですよね。リリーとの関係性が、イム様って、それが800年越しに解決するのがビビなんじゃねえかな。だから今回俺ビビは相当生き残る可能性高いっていうか、割と後半最後の最後でビビの力が相当関わってくんじゃねえのとは思ってますね。なるほどなるほど。最後の最後、イム様の心を動かすのがビビみたいになるみたいな。そうですね、だと僕は思ってますね。はい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 。ただ殺される心配はないにせよ、リリーに対しての恨みというか裏切り者だったっていうのがあって、うん、この欲しいってどういう意味なんですかね。そのリリーに対しては怒りがあるじゃないですか、恨みとか怒りとか、うん、でも欲しいっていう表現ってなんかその怒りとは別のなんかこう行為みたいな、リリーに対して恨みっていうよりかは多分手に入んなかったものなんじゃないかなっていう意見ですね。リリーが手に入んなくて、今回800年越しにビビっていうそっくりな存在があって、ビビが欲しいっていう、自分が唯一手に入んなかったものがリリーだったんじゃないですかね。散々いろんなものが自分のわがままで手に入るイム様だったけど、はい、唯一手に入んなかったものがリリーだった。それを800年越しにビビってものがあって、これを今度手に入れたい。だけども物語としては多分ビビもまたリリーにそっくりな人間性だから手に入らないんじゃないかなっていう、はい、だとしたら、ね、このコブラ殺されたじゃないですか、はい、そこが裏切りとか D とはまた別なものとして女性として手に入れたいみたいなことなのかな。イム様は何でも手に入るっていうわがままをめっちゃ書いてるんで、はい、やっぱイム様の着地のしどころは手に入らないものがあるだと思うんですよ、ジャンプ的に。なんでそれがビビだと思うんですよね。はい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 。で、800年前に同じことが起きたのがリリーだったっていう、はいはいはい。みたいな流れなんじゃねえかなとは。だから、イム様は本当にわがままな天竜人のもう最高峰のわがまま。超絶わがまま。何でも言いなりになりますよ、みんなっていうものを改心するのがラストだと思うんですよね。このまま普通にただわがままなやつ殺して終わるってことはない。なるほど、なるほど。うん。いや、そうだよな。まあ、だからそうなってくると、頂上戦争の時のエースみたいな役割を、もしかしたらビビが担うかもしれない。でもおかしくないですね。最後ビビが死んで、本当の最後の最後死んで手に入らなかったってオチもありますよね。うわ怖っ、全員涙だよそんなの。全員涙っすね。でも僕はやっぱ全員救われてほしいっすよね。全員救われてほしいのは本当そうだけど、いやでも俺一番衝撃だったのは、まあ、全部衝撃的だったんですけど、ミョスガルド死んだのが俺の中ではかなり、ミョスガルド死んだのはでかいっすね。ミョスガルドっていうのが小田先生が出した一つの答えとして受け継がない意志ってあったと思うんですよね、乙姫の。で、なんかもうフィッシャータイガーとかもね、あの人がやってることは正しい、ね、俺たちはがやってることっていうのは乙姫さんの邪魔をしてしまったかもしれないみたいなこと言ってるじゃないですか。あれが一つの正解で、その乙姫に唯一そのもう最悪だらけの天竜人の中の一人の希望だったじゃないですか、こいつが殺されてまた振り出しに戻ったじゃんみたいな、もう全員ミョスガルドがなんかキーになって最後訪れる平和の世界みたいな。はい、僕もそれはちょっと殺されたけども、ただ死にではないと思うんですよ。結構重要キャラとして書いてたと思うんで、小田先生、はい、これがある種引き金にもなると思うんですよね。なるほど。ミョスガルドが殺されたっていうのが魚人島とかに伝わるのか。はい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 。そこでやっぱ魚人島の、まあ、白星姫とかと天竜人の因縁が今回レベリでいろいろ書かれたじゃないですか。書かれます、はい、人形をひたすら欲しがる天竜人みたいな、はい、そこをやっぱ最後の最後もう痛い目合わせてほしいんですよね、魚人神道のやつらが天竜人を。はいはいはい。そうだな。で、今、野田さんがミョスガルドのこととかビビのことを話してくれましたけど、いや、なんかもう、本当そんな感じですね、ワンピース。もうなんか、今描かれてることが、最後の最後に効いてくるっていうことを、今ずっと描き続けてるみたいな雰囲気ですもんね、今。なんか、実態が見えてきた感じしますよね。はいはいはい。ずつ、なんかうっすら、ラストがぼんやり透けてきてるぞっていう。ぼんやり見えてきましたね。終わるのか、ワンピース。終わるな。うわー。ちょっと覚悟を決める時期になりましたね。いや、本当にそうですね。ドレスローザ熱いと思ってて、ほう。ドレスローザとグリーンビットの地形って、あれ、青色の星と月なんじゃないかみたいな考察ってよくあるんですよ。それこそ世界の縮図って言われてたり。言ってましたね。で、この国は俺の育った国に似てるなって、ルフィもサボも同じように言ってたり。で、俺改めて見返して見てたんですけど、グリーンビットの歴史って、遥か昔に、自国にない資源を求めて、海に出たっていう設定なんですよ、小人族が。はあ、なるほど。で、そこで、小人族がこう体験したのが、大人間に追われる日々みたいな。見つからないように、こう、逃げてる日々みたいな。その時に、いい条件みたいなのを言ってきてくれた王がいると。で、それがドンキホーテ家なんですけど、でそれ実は嘘というか騙されてて、トンタンタンとかいい人たちだから、騙されちゃってそこから奴隷の時代が始まると。もう、まんまだな。奴隷の時代が始まって900年前に来るんですよ。900年前から800年前は何があったかわからないけど、800年後に陸王家っていうのがドンキホーテから変わって、まあ、マリジョに引っ越したからですよね、ドンキホーテ家が。っていうなんか物語なんですけど、その自国にない資源を求めて海に出たとか、奴隷の時代があったとか、空白200年を経て、なんか陸王家が誕生してとかっていうのが、なんか月の人と、なんかそのままこう一致するんだな、まあ、とにかく青色の星と、ね、月とグリーンビットとドレスローザっていうのがなんか地形的にもリンクしてるし、どっちも資源を求めて外に出たっていうのもリンクしてるしみたいな。ちょっと僕ももう一回ちゃんと見ますけど、激アツすぎませんか、多分それ。熱いっすよね。うん。多分それっすね。僕、空白の100年のイメージそれだったんで。はい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 。ああ、なんか月の資源を集めるために行ってみたいな。はい、なんか月の民がうまいこといかなかった世界だったのかなっていうのが一個あって。はい、なるほど。あ、じゃあもうまさに。いや、まさにだな。それをめっちゃ面白いな。その後に、まあ、また、ドン・キホーテ家が800年後に帰ってくるみたいな話じゃないですか。ああ、なるほど。それこそ、ジョーラの後々の実とかも俺怪しいなと思ってて、ドレスローザに起きた悲劇を表現したっていう、アートあるじゃないですか。はい、ありましたね。あれとかも扉で、左目涙で、右目あって、みたいな。で、真ん中に太陽みたいなマークあって、みたいな。で、左に竜いて、真ん中に王様体育座り座ってて、みたいなアートなんですけど、あれ、ドレスローザの悲劇だけじゃねくねえかみたいな表現してんの。ちょっと、モッチー先生、それで動画作ってくださいよ。そうなんですよな。ヤータクさん600じゃないかでございます。黒ひげについて、巨艦船長ってことは、各船に船員がいますよね。おそらく各船に最低10名で100名以上の規模かと。麦わらは10から11名なのが対比として違和感が。ここで勝手な予想ですが、ゾロプラスワノ国、ナミプラスミンク族、ジンベイプラス魚人族、ウソッププラスエルバフ、みたいな展開って熱いですかね。なるほどな。一人一人に属する組織みたいなのがついてくるみたいなことか。法則としては綺麗なんですけど、このドア玉ゾロプラスワノ国っていうのは、これワノ国って別にゾロが配下にするとかじゃないもんね。ゾロだけがとかじゃないっすからね。法則的には気持ちいいところですけどね。フランキーと誰なんだとか、ブルックと誰なんだとかね。麦わら海賊団のゾロが乗る船とかあって、そこにワノ国の侍たちずらーって並んでて、ウソップはもっとでかい船にエルバフを従えてるウソップがいて、ダミはミンク族を猫犬含めてブワーっているみたいなのが、めちゃめちゃかっこいい海賊船で10人ドーンって出てきたら熱いんですけど、確かにね。激熱なんですけどね。黒ひげ海賊団で10人の巨艦船長の船が10個あって、ドーンってもう、愛タイスみたいなさ、事後救済、愛タイスみたいな想像するのは熱いと。黒ひげ海賊団との対比があるんで、同じ規模の戦いになりそうだ。ただ、黒ひげ海賊団対麦わらの一味っていう単純な図式になるかどうかだよな。入り乱れての幹部同士は1対1でとか戦いそうな雰囲気はあるんですけど、それぞれの船長、バージスが従える船長、そこまで綺麗に1対1でやり合う必要はないような気もするんですけどね。シリュウの海賊団たち対ゾロとワノ国の侍たちみたいにしなくてもいいような気がするんです。